出ろって思う。マジ、なんすか、なんすか、誰で MI の家とうとう見つけた。嘘や、やるやん。どうする、行こうや。行く、東に行こうや。そんなもんこっちもいつまでも黙ってられへんで、やられっぱなしで。ちょっと待ってな、カメラ回すな。うん、ジャイモちゃんだから言ってるやん、うん、そのまあ今説明してんやけど、その俺とお母さんとお前で乗り込んで、お前カメラ持ってほしいねん。いやもう今回はマジやめてよ。なんでな。じゃあほんまに、じゃあお前行ったやん一発目。うん、でもあの後鍵取ってこいっつったやん。うん、取ってきたん。じゃあもうあるけどさ、ほんま今回マジで俺行くいかん、マジで。なんでな。じゃあもうあの後ほんま個人的に一生電話来てさ、一生無事で切れてきてんねん、MI 君。ちょ、もうマジでほんま、親呼んでるから、ここに。持てってカメラ。じゃあほんま、今回だけマジ許してよ。もう絶対いけへん。絶対にいかん。もう来たで。じゃあもう。さあお前言え、お前が言えよ。お前さあ自分で言えよ。そう言ったほんまにいかんでいい。じゃあもう言えの。ちょ、俺の前マジ怒んでたの、そんなやったら。お前だってアロンアルファ一緒にやってんやから。何してん、早行こうや。ママ。え？なんかさ、山ちゃん行けへん言うてる。早こよ。あ、はい、もう今すぐ行きます。すぐ行きます。早こ、乗ったらいいですかね。急いでやの。すいません、失礼します。乗ってや。すいません。どこよ。じゃあこっち欲しい。普通の家って、ありあるんかよ。多分人んちかもしらん。あいつやったやな。ちょ、ほんまにママ、ママな。何してん今日は。マジでもう普通にあの MA 君の新居紹介ということで、俺はもうほんまに今日何もしてん。ちょっとやめろって。お前何もしないっす。あ、だってんねん。あエグいてエグいてニョロニョロトカゲヘビ、エリマキエグいて、エリマキトカゲエグいて、エグいてエグいて。もうほんまにええねん。エメガ、エメガ、エメガ、ちょっとこっちだぞ、左だって俺。はい。なんなんいちいち勝手に。ほんまにすいません。普通に言うえやてんもん。わあ！エメガ、エメガ、エメガ、もうやめて！エメガ、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 落ち着きましょう。一回落ち着きましょう。一人だけ空気読めてない感じになってるんで。リオレイヤーみたいに声荒げんなやりましょう。ほんまにマジでやめ、ほんまにやめ、ほんまにそうやめ、やめましょう。おかしいやんけ、お前歩きてやん。もうこっちもやってやんけ。もう帰られて、もうええから。じゃあ、エマイ君の部屋一回行きましょう。それだけやる、うん、帰れて。すいません、もうええって。今のは待って、今のはどう考えても俺が悪かったな。そりゃそうやん、うん、さあ、すいません、今のは俺が90悪いっす。で、エマイ君が910悪いです。しじゃあ一回エマイ君の部屋行きましょう。じゃあ俺の部屋無理やって。マジで大丈夫。じゃあ俺の部屋こっから帰ってくるなって。じゃあマジで、ちょっとほんまに入ってくる。マジで一回行きましょう。じゃあほんまに無理やって。大丈夫っす、ほんまに無理やって。一回マジっす。いや、何なんすか。じゃあほんまに無理やって。もうマナー、もうマナーは、マナーは、マナー来て。何言うてん。マナーはい、ちょ来て。エマイ君入れてくれへん、いい部屋。なんでな、なんでな。ちょっと開けよ。なんかやめ、ちょっと開けよ。ちょっと入れ。ちょっとママ入れて。ちょっと無理なんす、食っちゃうんすよ。
開けや。ちょちょ、ここはほんまにあれなんですよ。開けやって。ママがお前が潰したもん全部取り返しに全部売りに来たから。いやそんな高いのないっすよ。もう早入れろ。この家だけは無理なんすよ。早入れろって。ちょっと無理やってお前。じゃあママ、ママね。はい行こう。ちょここだけはほんまに。ちょなんなん。無理。じゃママ行って。ママ。ちょここだけはほんまに。ママ行って。ここはほんまに無理。いやここは無理。行って行って。ここはそこドキ。ドキ。関係関係ないです。はいドキ。ドキ。なんでドキ。ここは無理なんです。ママ行って。行った。痛い。パパ、痛い。指輪が当たって痛っ。熱。赤なって熱いね。赤なってるやん。お前、慰謝料やね。それは関係ないです。あるやろ、行かせへんからや。でも穴開いたわ。ほんまや。いや、開いてないですよ。ちょ、ここは無理ですって。ここはすいません、ここは無理です。ここはすいません。セクいや、セクじゃないっす。ママ、触られたんじゃん。行くわ、警察。え触られたやろ。いやいや、不法侵入ですって。こんな服着せられてるやん。そうや。じゃあもう、ええわ、じゃあママこっち来て。ちょちょ、もう行くなってそっち。まあ、もう見て。もうやられたんですって、もう。あれはポリオの。なんか何をしてるんですか。ポリオの。なんか何をしてるんですか。プリズの分野。これはアロハファ。うん。でこれは全部もう残ってない。帰りましょう。まあ、もう帰りましょう。こうやって遊べんねん。もういいよ、もうママ足気をつけて。なんで靴そこら辺にいるんすか。玄関落ちますか。いや、たぶんもうなんもないですから。これ全然電気つけへんで。いや、もう高いですよ。じゃあもういいよ、これ全部売ろう。もう売らない。売って高ないですよ。じゃあで、プリウス、お前なんもかかったと思ってんな。こんな安いって別に。どら、なんもかかってんな。知らんよ、その謝ったよ。知らんよって、まあ謝りますよ。謝ったら済むんやったら、これも謝ったら済むんじゃうの。いや、これ安いですって、もう。えこんなんもう値段ならないですよ。これもね。まあ、ちょっと危ない。まあまあ、こけたら危ないから、頭打つから。いけるよ。こんなん、まあ、あの方が背高いからな。値段ならないですよ。まあ、危ないって。まあ、一回、落ちよう、降りよう。落ちるからな。俺が乗るよ、代わりに。おい何やねん。こんなん値段ならない。そうは、いや、これ高いないですから。ね、お前テレビどこ。いやテレビもうちょっとして届くんで、まだ買ってない。じゃあそれも売れ。いやいや、もうなんでやねん。全部届くんやん。じゃあママ、あのインターホン売ろう。じゃあ今度値段ならないです。あのインターホン売って。なんやこのナショナルの古い。いやもうそんな別にもう古い茶色のインターホン。まあ、こんなもう。じゃあこれ家で使えるうちの。いや使えない使えないっすって。何してんすか。何してんすか。痛い。何をしてんすか。チャンス、ここは家なんすよ。なんか予想より高くない。うん。いや、チャンス、玄関。同じ高さ。部屋と同じ高さ。ちょ、もう、猿ども。ダラ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 ダ
どうやったん、山ちゃん。楽しかった？ドッキリ。あ、めっちゃ楽しかったね。なんか重いな。これで終わりやと思うなよ。終わりじゃない？金属バットと自衛隊の服だけ用意しとけ。え、何使うの？次は窓ガラスや。